それでは質問を受けいたします。まあ、一応お話です、はい、今日午後にですね、東京オリンピックの聖火ランナーの方が発表になりますけれども、うん、まあ、大阪市は大阪城のあたりとか走ると思うんですけど、まあ、改めてご覧いただけますでしょうか。うん、まあ、オリンピックに向けてね、大阪でも機運醸成、につながるし、盛り上がってくると思うから、歓迎しています。他ございますでしょうか。読売ですか。はい。読売新聞さんの一面に東京地検特捜部が、うん、秋元議員の関連で、うん、IR に関連しての その企業が違法な現金を渡したんじゃないかということで、まあ、調べているというか情報が長官レベルで出ているんですけれど、うん、まあ、大阪市の方にもですね、その特捜部の方から何か聞いておりだったりとか。一切ありません、うん、我々は事業者と接触するときはもう非常に厳しい、ルールを課しているし、まあこう、まあ、あれはまあ政治家の話ですけどね、大阪府市の政治家も含めて、問い合わせあればすべてオープンにすると、政治家からの問い合わせもすべてオープンにするというルールのもとでやってるんで、まあ今回の一件が大阪に、と何らかの、こう関係が、こう出るようなことは一切ないと思って。他にご質問ございますでしょうか。あといって羽生大臣がですね、まあ、来年の入試センターでですね、まあ、国語と数学をですね、まあ、記述式というのを延期するというふうに、まあ、発表されたみたいですけども、それについてはどういうふうに。まあ、生徒 のためにもね、やっぱり不公平にならないという、形を作るために再検討するということですから、再検討していただいた方が、子どもたちが納得するんじゃないかなと思っています。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。続いて専務ですが、質問ある者お願いします。はい、昨日吉村知事がその住民投票の1月上旬の具体的な日にちについて1か8という認識を示されましたので、うん、それは松井市長も同じ認識で、まあ、11月前半ということですから、同じ認識で、持っています。1か8ということで、もう今月中には打診は示していらっしゃいますか。いや、具体的な曜日までは、まだこれからですけども、まあ、これまでもやはり、秋冬の中で、ね、早い時期ということは公明党さんにも伝えてきました、まあ、知事が言っているような日程で、協議したいと思っています。他にありますでしょうか。ありがとうございました。